侍ジャパン稲葉監督が視察に訪れた第2クール2日目、東京オリンピック代表候補の鈴木誠也や菊池涼介らと挨拶を交わし、現在の状態などを確認しました。今日はキャンプ初のシート打撃が行われ、高橋光也が1番手で登板。しかし打球が左手に当たるアクシデントに見舞われます。復活を期す左腕ですが緊急降板となりました。状態の良さが目立ったのは野手陣です。まずは新外国人のケビン・クロン。さらに長距離砲として期待の若越も結果を残しました。チャンスをものにできるように、まあ、1打席1打席やっぱ1球1球無駄にはできないんで、まあ、そこをしっかり仕留めれるようにやりたいなと思って。